自撮り。キックも見てやんな。だな。もう紹介できるのは林しかいねえから。自分のバイクってこと。いや、俺のエサルームは取ってないぞ。紹介するとこなんてね。大丈夫、ケツアゴさんが相槌打ってきゃか、そこ。はい、というわけで。なに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 。一応林は卵野郎っていう名前でいいんですかね。ダサくねえ。まだケツアゴライダーの方が全然いい。いや、ケツアゴライダーとも呼んでねえけどな。ケツアゴ全然ケツアゴでも何でもない。ケツアゴってねっけど、みんなの想像的に俺がすんげーしゃがるでケツアゴみたいなのがなってくる。全然割れてもな割れてないです。ケツアゴじゃない。というわけで今日はこちら卵野郎くんのバイクを紹介してもらおうかなと思います。 SR どこがいじってあるの、そもそも。今もういじりすぎちゃって、もうどこがいじってあるの。元気をとどめてねえよ、そもそも SR SR チョッパー勢の中では結構一番多分人気だから今。いやでも、あとあれだな、これもうここを黒一体化にしたかったからカバーつけたから、カバーつけて、ああなるほどね。はい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 、そういう感じで、そういうこと、そういう感じで。買った時からついてなかったっけ。やめろやめろやめろ。それでいかん。何がいいって、この褒めねえけど、このもショートフェンダー、綺麗になんか純正っぽくついてる。でも一番思い出があるよ、このマフラー。吹き飛んだ、俺のグローブをもうダメにした。本当はもうちょっとこんぐらいあったんだけど、もうここ出口がやばすぎて3段で切り落としたっていう。変わんなくない、でもほぼほぼ前と、ね、変わんねえけど、なんかもう若干こっち向いてないっけ、こういう風に。だっていや本当はこうだけどね、うん。まだ俺の SR も乗ってないっしょ。乗ってない乗ってない乗ってこねえだもん最近全然。今日乗ってこようと思ってんだけどさ、あと毎回このサスは雨の日乗るとサビから、あのなんだっけ、どこがサビんの、ここのスプリングのとこ、スプリングのとこ、ここら辺がサビから、なんつうんだっけ、あのワイヤーブラシ、ワイヤーブラシでとりあえず磨いて綺麗なメッキを保つって。いやマジで綺麗だもんな本当に。いつ見ても綺麗、林のバイクは。こういうのでコンパシュー、そういう感じな。これ柔らかすぎて取れねえよ、これは。皿洗うようなタワシで。もう今時タワシで皿洗う人いねえ。俺んちまでやってんだけど。そう、林のバイクはマジで綺麗、本当に。あとちゃんと見て、俺はテクニシャンだからリアブレーキを使わずやってる。それにはいろいろと訳があるんだけどな。サイドナンバーは直せっていう、あれだね。いやでもそういうのはやっぱヤンキー方式で、ラインだったらってやるっていう、そういうスタイルでいくの。で新しくつけた、あれどれだっけ、リレー、これか、それが新しくつけてた、あのピッコンピッコンのやつ。あのウィンカー高の時。そんなの知らなかったマジで。ウィンカー動くの、なんか音するようになっちゃったんだけど。トラック見てなかった。フレームとかまでやってるんで。これじゃね、あ、パンネル、なんつうんだっけ、こういう直で出てるやつ、なんつうんですか、なんつうんだっけ、こういう直で出てるやつ。直感じゃねえんだけど、エアクリがね、これね、エアクリ直感っていうか、なんつうの、そのフィルターがついてねえ、フィルターがついてないやつをなんつうんだっけ、ファンネル、ファンネルって言うんだっけ、え、違う、違うだっけ、知らない、俺も知らない。とりあえずついてねえってことね、乗りやすいけど。え、でもこれがついてるのとついてないのではだいぶ音が違う。なんていうのは、この何も吸い込みの音、そう、あー、なんかもう吸うと全然違うの分かる。フィルターつうか網がついてんのとついてねえのってことね。フィルターのは吸わない。吸わない。フィルターのはあれはついたくても吸われない、うん。なるほどね。真っ黒だよね。うん。真っ黒。ナンバーとかも全部真っ黒しみだ。しちゃう。フレームは？フレーム。フレーム。これやっぱ変、
フェンダーとさ、なんか一体化しないと強度が出ないからやっぱ純正っぽいよな、ね、純正っぽく、フェンダーをカットして綺麗に、フェンダーじゃねえ、もう一体化して、一体化させ、溶接して強度を作りました。なんでこっちの方塗装しなかったの？いや、アクセント、アクセント、アクセント、真っ黒だとちょっとダセいかな、なんかヴィンテージだもん、バンテージ、バンテージはいらない、アクセントで。バンテージ、ヴィンテージ、ヴィンテージだと古い。まあ、あとは乗ってはが紹介してあげる。乗った感じ。このバイクの。このバイクの乗った感じ？雨の日は。そうね、これフロントのフェンダーがついてないからマジやばいよな。まあ、ワンちゃん俺のも変わんねえけど。状況的にエンジンが止まるか止まんねえかの差だけど。フロントもついてないし、リアもこのフェンダーだからさ、雨の日はマジで乗れないやろ、本当に、うん、しかも初ツーリングでもう水吸っちゃって、エンジン止まるっていう、あれだし、ついてないことに一瞬で壊せかっこいいんだけどね、かっこいいんだけどね、なんか大変なんだよって。後ろからのね、フォルムが気に入ってるということでね、案外いつも林のやつらはね結構調子いいよ。エンジン始動。コールドスタートでだいたいキック5回ぐらいですか、キック5回 4,5 回でかかっちゃうぐらいエンジン調子いいですね。素晴らしい。この後ろからが好きということで、このスリムな感じが、ここでも通れちゃうんじゃないかっていう、はいはいはい、でもなんかバイク大事にしてる感はあるよね、すんごい随所に感じるバイク大事にしてる感が。はい、というわけで卵野郎のバイクに乗っております。はい、コックピットからはこんな感じですね、こういう感じです。で、だいぶこう足の位置も腕の位置っていうかハンドルの位置もなんだろうな、全然乗った自然の体勢っていうかな、そういう感じで乗れますんで、すごい無理のない体勢ですごく乗りやすい一台ですね。車体がめちゃめちゃ軽いんで、すごいこうどんな道でもスイスイ走れるというか、パッタパッタこう倒れてくれるような感じで、すごい乗りやすいです。で、特に、まあ、ブレイクアウトとか48とかそういうバイク乗ってからこっち乗るとものすごく軽く感じるというか、まあ、実際軽いんですけど、まあ、外見はもう SR のね、面影が全然ないんですけど、これはこれでね、すごい完成されてる一台じゃないかなって個人的には思ってますね。で、まあ、すごいね、ざっくりとした説明にはなってしまったんですけど、全体的に黒でまとめられてて、すごいバランスの取れてる一台かなって個人的には思ってます。まあ、SR400 ね、単気筒ですけど、ものすごい、まあ、振動がね、すごいので、このバイク、まあ、こうやってね、街乗りをただ増してるだけでも、すごい鼓動感というか、なんだろうな、バイクを操ってる感っていうのかな、そういうのをすごい感じられて楽しいですね、やっぱ SR も。